は一つにつながっているんだ。はい、皆さんこんにちは、葉月光栄です。葉月光栄のチャネリングメッセージということで今日はお届けしたいと思います。今日はですね、少し前にお話ししたことなんですけども、まあ、地球が2つに分かれていきますよみたいなことをお話ししました。まあ、実際に今度ですね、12月の22日、冬至の日あたりを境にですね、本当に大きく二極化していくんですけども、そのことについてですね、少しちょっと補足というか、あ、これ言っといた方がいいなと思ったことがあるので、お伝えしようと思っております。なんか二つね、地球が二つに分かれるとか、二極化するとか言うと、大体皆さんどうでしょうか？なんか、まあ、ポジティブ側とネガティブ側みたいなね、陰と陽みたいな、そんな感じに思われるんじゃないかなと思います。で、それ自体は別に、まあ、間違ってはいないんですよね。間違ってはいないんですけども、例えば二つの地球に分かれるっていうふうに言うと、どうでしょう皆さん、50-50 ぐらいに分かれるっていうふうになんか、思ってないでしょうかね。半分ずつぐらいになる。なんか同じ地球が2個できて、まあわかんない、今70億人ぐらいね、今地球に人口がいるみたいですけども、35億ずつぐらいに分かれるみたいな、そんな風に思ってる方もいらっしゃるんじゃないかなという風に思うんですけども、それはね、そうじゃないんですよ。そこはね、ちょっと勘違いしない方が僕はいいんじゃないかなと思います。今回のそのアセンションっていうのは、確かに地球が2つに分かれていくっていうか、2つの地球が多分できることになると思うんですけども、どっちを選ぶかによって選んだ方が100なんですよね。50-50に分かれるわけじゃないんですよ。あなたが A っていう地球を選んだら、あなたは A の地球にしか生きていけないから A100 なんです。もう B はないんです。今それがなんとなくもやーんとこうなんか二つ見えてるようなんですけども、でも実際にあなた自身の生活というか、あなた自身の人生考えたら、はっきり言って、あなたはもし A を選んで生きてる、まあっていうかみんなそうなんだけど、A を選んで生きてたら B はないんですよね。そこに気づくっていうことがすごく大事なことなんですよ。わかりますか？今僕70億って言いましたけど、70億に会ったことある人いる？多分一人もいないよね。で、本当に70億なのって、誰が数えたのっていうか、そもそもいるのっていう。だから、あなたの目の前にいない人は、残念ながら、まあ残念ながらっていうわけじゃないけども、ないんですよ。で、例えば、まあ今回のコロナなんかすごくわかりやすい例の一つなんだけども、あなたの、皆さんの周りで、かかった人、とかね、それにすごい困った人とか、もちろん自分自身もかかった人とかいう方もいらっしゃると思うけど、いや全くそういう気配はないですけどっていう方も多分多くいらっしゃるはずなんですよね。で、そうするとその全く関係ないですけどっていうか、そういう人も周りにいないんですけどっていう人は、その世界を選んでるので、その世界からするとないんですよ。で、それを、まあ、いわゆるニュースとかで見るんだけど、これも何回も言ってますけど、ニュースって見なければないんですよ。で、外行って、あ、なんか、新しいファッションマスクみたいな風に思うかもしれないし、それはある世界かもしれないけども、それも皆さんが、それを切り取らない限りないのと一緒なんですね。で、例えば、今僕らは3次元なんだけども、まずその、なんていうかな、認識した時点で初めてそれがあるわけね。で、その、例えばじゃあ、テレビに映ってるものと、じゃあリアルに、もし皆さんがですよ、なんか街でお茶してるとするじゃないですか。で、まあ街行く人を見てるとするじゃないですか。で、それはすごくこう立体的に見えますよね。ね。でも、その立体的に見えてる人と、テレビの中で、まあ、いわゆる平面で見えてる人の違いとか、わかりますか？いや、それはなんか、そこで実際にいたら、その、すごいリアルがあるからって。でも、画面の中と、その自分が目で見てるのの違いって、どれぐらいありますかって。で、その人は、本当にいるんですか？まあ今で言えばバーチャルリアリティみたいなのがあるじゃないですか。で、VR ってこうやった時と、その外して実際に自分の肉眼で見たのと、違いわかる？って。
で結局ね、その要は我々はこうそれがリアル、もう確実にあると思ってるけど、本当でしょうかっていうのをもう一度自分の中で問いかけていただきたい。でしかもそれはあなたの人生にどんな影響がありますかっていうことを考えると、本当に街行く人っていうのはひょっとしたら背景の一部かもしれないです。うん。で今のいわゆる技術をもってすれば十分それは可能なんですよね。技術的にも、もう絵空事ではないっていうふうになっちゃってるわけね。で結局皆さんの周りの人っていうか、それが本当に触れられるようになって、やっと3次元になってくるんですよ。わかりますか？触れてない、見てるだけでっていうのは基本2次元だと思ってください。平面の世界と一緒よって。でその平面の世界のことを皆さんはあるあるとかないないとか大変なことになってるとかって言ってるけど、いやいやそんなことはないですよと。でそこを間違えないようにしないと、何百人の人が、何千人の人が、何万人の人が、いやいやいや、それはもう本当に数じゃないですから。それあなたの生活にありますかって話なんです。そのあなたがリアルにその現象を触れられますかっていうこと。それがすごく大事なところで、そこをやっぱり間違えないようにしないといけませんよというふうに思いますね。だからどうしても数に引っ張られちゃうんだけども、数ってそれは本当に何だか平面であり、もっと言えばもう一次元情報だったりするから、そこに引っ張られると、いやもう地球が真っ二つになって、50対50になって、私はどっちが入るんだろう。いや入るんじゃなくて、あなたがいる世界があなたの世界だから、だからあなたの世界をあなたが作っていけばいいわけで、まあこれを数っていう視点で、まあ、逆に言えば見直すと、これは あくまで葉月光栄論ですよ。葉月光栄論ですけども、多分1対99ぐらいの数じゃないかなと思います。だから皆さんその2つの地球に分かれるっていうと50、50ぐらいな感じって思うじゃないですか。思う人が多いんじゃないかなと思うんだけど、いや本当に数っていうことだけで言えば、多分1対99とか 0.1 対 99.9 ぐらいかもしれないなと思います。だから例えばその1の方とか 0.1 の方、多分この動画見られてる方はそっちの方、人の方が多いんじゃないかなと思うけど、 0.1 とか1の人がね、数見ちゃうと不安が拡大するだけなんですよ。だって圧倒的に少ないんだもん。周りに誰もいないですよって話なんです。でも周りに誰もいないですよっていうのを選択してるのはあなたなんです。いや実際に周りに誰いて、まあ例えばそのね、ワクチンの話でもいいんだけども、打った打たないとかいう話もそうかもしれないし、いや打ったとしても症状が出る出ないっていうのも全くそうじゃないですか。だからそこで別に何も問題なければ問題ないんですよ。わかります？それをこう拡大解釈しないことがすごく大事。でもリアリティな数で言うと、僕は1対99ぐらいじゃないかなと。だから結局、日本で言うと1億2000万人だから、まあ、シンプルな数で言うと、1% で120万人だから、まあ、そんなにいないなって思うと、まあ、12万人ぐらいかもしれない。だからその12万人の人が残りの1億何千万を見たら、もうすごい不安になるのは当然ですよね。いやいやいや、見なくていいから。あなたの世界だけでいいから。そしてあなたが A っていう地球へ行くって選んだら、その世界では全員、その、なんていうかな、その A を選んだ社会でしか生きていけない人だから、そこにはもう B はないんですよ。わかります？で、B を選んだ人は B の世界に行くから、A はわからないの。A はないの。こっち選んだ人は、ね、僕らから見ると、いや、なんかちょっとかわいそう、不自由とか思うかもしれないけども、その思う心が問題って感じ。で、そうすると、あなた、それが悪いとかね、いいとかいうふうにジャッジしてると、あ、それはもう B を選んだっていうことですよねって感じですから。わかりますか？だからそんな数に惑わされないでください。現実的に言えば、ものすごく少数かもしれないけども、でも、あなたの周りにいる人がみんなその A を選ぶんだったら、何か問題ありますかって話です。わかりますか？いや、移動ができなくなるとか。いや、僕は絶対そんなことはないと思います。一時的にはね、そういう規制が入って、多少不自由する時があるかもしれないけど、長いスパンで見たら、本当にドラえもんのどこでもドアみたいなこと
が可能になるかもしれないし、そしたらもうなんか車とか電車とか飛行機とかも全く関係ない世界がやってくるかもしれません。そっちをなんかワクワクした方がよっぽど楽しいんですよね。で、さっきも言ったみたいに数を見るとみんなとかいう世界になっちゃうわけ。で、みんなって誰ですかって話です。で、やっぱりこれからはもうマスマーケティングっていうのは僕もう成り立たなくなると思ってるんですよね。マスっていうのは要はその顔の見えない人、なんか50代男性なんとかとか、40代女性なんとかって、それ本当にいるのっていう話ですから。で、そっちの世界を選ぶんだったら、そっちは要は B っていう世界なんですよ。 B の世界へ行くことになると思う。で、 A の世界はもう確実にフェイス2フェイスなんですよ。だから僕は今ね、遠隔ヒーリングとかでもやってるんですけども、本当にたくさんの方にお申し込みいただいてるんですけども、必ずその人の名前を読みます。それで私とあなたなんです。いいですか。なんか災害が起こったとしてもね、何人死にました、亡くなりましたとかいう、その何人が問題じゃないんですよ。やっぱり自分と関係のある人、自分がエネルギーを送ってる人がどうなってるかっていうことがものすごく大事なことで、もし自分とその災害に遭われた方が、もし一切、接触がなかったら、それはひょっとしたら本当にただのニュースかもしれない。そういうふうに言うと、なんかすごい葉月さん冷たいみたいなふうに思われる方もいらっしゃるかもしれないけど、いや、本当にあなたがそれが気になるんだったら、やっぱりあなたがその場に行くとか、あなたが何かするっていうね、それができないんだったら気にしても仕方がないんですよ。で、それは結局自分にネガティブな影響を与えるだけの話になっちゃうから、そういう意味では本当に自分の世界をちゃんと作っていくっていうことにコミットするっていうことが、これからますます大事になるんだなということをぜひ覚えておいていただきたいなと思います。2つの地球に分かれるっていうのはそういう感じ。まあ本当に 0.1 と 99.9 ぐらいになるかもしれない。でもそれ数じゃないのよ、本当に。だってあなたの世界で、あなたが今までね、生まれてから出会ってきた人の数って何人いると思いますか？毎日毎日違う人と会ったって、本当に10万人とか多分会ってる人は本当に少ないと思いますよ。それぐらいなわけですよ。で、それも1回会っただけで1回こっきりの人がいるでしょ。で、よく会う人って本当に限られてるはずだから、そこがあなたの世界なんだから、その世界をやっぱり整えるっていうことをきちんとね、僕はコミットしていただかないった方がいいんじゃないかなという気がします。だから、そのもう一つの世界の方を憂う必要が全くないっていうことね。あなたが選んだ世界があなたの世界で、それがあなたの 100% の世界ですから。わかりますか？ぜひそれをね、ちょっと意識していただければと思います。まあ、この話はね、いろんな形で、また、角度を変えてお伝えしていきたいと思いますので、参考にしていただければと思います。今日はそんな話でした。2つの地球に分かれるんだけども、それは数じゃないよ。数見たらダメよ。あなたの住んでる世界が 100% ですっていうのを、今日はお伝えしたかったチャネリングメッセージです。参考にしていただければと思います。どうもありがとうございました。全ては一つに繋がって